タイトルは、えー、とヒ,グヒグス粒子を見つける方法という、まあ、タイトルでいきます。えーとまあ、今、紹介にもあった通り、えー、と今との,あの秋のノーベル賞、えーと物理学、ノーベル物理学賞、このフランソラ・アングレールさんと、えー、ペーター・ヒグスさん、二、えー、人に。えーと 与えられました。ここに、まあ、英語で受賞理由というのが書いてあります。赤と青で、えっ、ー、と、まあ、書いてある二つ。あのディスカバリーという文字が見えます。青で、えー、セオリティカルディスカバリー。えっと、もう一つ、あの赤い字でですね。ディスカバリー。まあ、二つのディスカバリーがあって、えっ、ー、と、ノーベル賞が出ていると。で、あのー。青い字の方ですね。青い字の方は、えっ、ー、と、素粒子の質量起源の仕組みについて。理論的に発見した。理論的に発見する。うん。 まあ理論的に発見したとでえっとこの2人の物理屋さんというのはえっとまあ物理の理論のまあ研究者で,ですね64年にえっとそういうあの質量起源の仕組みに関することをまあえっと論文を書いてそれでえっとその功績が認められてえっとまあ今回物理学賞を受賞している。 でそこから年を経ること約50年2012年7月なので、まあ、去年の7月夏の暑い時なんですけれどもセルンの LHC 加速器で実験的に彼らが予言しているものを発見した。 でえっと、それがまあきっかけとなって、まあ、さっきあの年発見の1年後にノーベル賞出ることはあんまりないという話があったんですけど、まあ、これまさにその一、えっと、つのいい,例で、えっと、あいい例というか逆の例で、えっと、1, 年後1年た、まあ、1年経って、えっと、今年ノーベル賞が出るきっかけを間違いなく作った、まあ、そういうすごく意味のある発見だったのかなと思っています。 というわけで、えっと、一応僕の講演タイトルは、えっと、ヒッグス粒子を見つける方法なので、まあ、実験的にどうやって見つけたのかっていう、えっと、そういうことを話していきたいんですけどあの、まあ、せっかくの機会なので、えっと、ちょっと15分だけスリウシの標準模型 あのまあ、要するにヒッグス粒子見つけましたって、ねまあ偉いまあ、それなりに偉いあのとっても偉いことなんだけれどもなんで偉いのかっていうのが、まあ、あんまりやっぱり何にもなしにこう見つける方法だけ言っても面白くないと思うので、えー、と素粒子の表現順模型、まあ、特にヒッグス,ヒッグスとかあとあのとってもこの ことを考えるのに重要な自発的対称性の破れっていう、そういう2つのキーワードに関して、あの今の素粒子のえっ、ー、と餃子をまあ、そういうものを話させていただきたいと思います。話したいと思います。でですね。ええー、と、これがあの素粒子の標準模型です。この t シャツに書いてあります。全てえっ、ー、とここに4行あの白い字でまあ、書いてある。これがえっ、ー、と素粒子の標準模型です。 なんだよってまあ思うと思うんですけれどもでも本当にこんなに、まあ、ある意味簡潔にですね、えー、と素粒子の世界の、えー、と様子っていうのはまあ書けます。で、えー、とこれラグランジアンっていうふうに LL ラグランジアンっていうふうにまあ呼んでるものなんですけれども、えーとまあ、高,校高校でニュートンの,あの物理学をやると運動方程式っていうのを習います。 でえっと、運動方程式よりちょっとだからまあ,あの偉い概念でラグランジアンっていうのがあって、まあ、あの運動方程式があればぶあの物質の、えっと、運動物体の運動っていうのは、まあ、分かるわけなんだけれども、まあ、そのちょっと上位概念のラグランジアンこれを書くことによって、えっと、僕らはその素粒子の世界っていうのを、まあ、表現していると。で、まあ、驚くかなすべてもうこの世の中にある素粒子っていうのはみんなこの式を、まあ、知っている ているまあどうなんでしょう、えー、とこれに従って、えー、と運動している、まあ、全てこう運動しているんですねなので、えー、と正しいラグランジュアンを見つけられるとあの世の中のその素粒子の運動全てっていうのを理解することができますで、えー、と今回のその、えー、とヒッグスさんのお話っていうのもやっぱりこの中に当然現れていて、えー、と緑色でハイライトしてあるあのこの文字「ファイ」 えとこれがまああのヒッグスさんたちが導入したえとうんまあものをですねまあというか導入するきっかけになったものですねでえとさっきの「質量期限」っていうまあキーワードがありましたけれどもえとその質量期限っていうのはあのブルーで囲まれたあたりにえと表現されてますでも赤いところが結構重要なんですねで赤いところの話をですね多分あの今からするところでは赤いところにフォーカスしていきます あの水色のところっていうのはちょっとおまけ的なところがあって、まあそこはあのあれですね、報道でよく質量期限、質量期限って出るんですけれども、赤いところがもっともっと本質的にまあ重要なんじゃないかなっていうえっ、ー、とそんなことを思っています。で、まあまずえっ、ー、とちょっともうちょっとあの分かりやすい世界に一回も戻ってですね。で、えっ、ー、とまずまあ素粒子物理学においてえっ、ー、と一つの あの最も重要なキーワードで、えーとまあ、その物質のもと素粒子の素、えー、とこれ以上分けられないあのエレメンタリーなあの粒子っていうのは何なんでしょう当然、えー、とそれはあの重要な、えー、と研究対象になります。これは、えー、とあの年代を減るに従って、まあ、その病像っていうのは変わっていきました。 えと元あの物質の素であると思ってたわけだけれども、まあ、今や、えー、とこの数字で正しいかどうかわからないですけど、まあ、113個例えばこのメンデレーフの,あの、えー、と周期、えーえーまあ、表には、えー、113個の原子っていうのが、まあ、並んでいますまさかこの113個全部が、えー、と素な粒子ってことはないでしょう、ね、で実際そうではなくて、まあ、その原子核 というあの構造がその中に見つかったりで、えー、と原子核っていうのはまあ陽子と中性子というものがあのー。 構成要素でありさらにあの、まあ、実験技術加速器の,あの技術が高まって、えー、ともっともっと強くもっともっと高いエネルギーであの容子を叩いてやるとですねその中にク、えー、ォークっていうあの、まあ、今の現在の、えー、と人類の知識ではあの点である、まあ、素であると思われるものが存在しています。でえー、とそののサイズはメートルよりも あの小さい、えっと、ということがまあそこまで確認できているその次があるかどうかっていうのはまあ分かりませんもしかしたらあるのかもしれないでもまあ今のところはここまでしか分かっていないですねで、えっと、まあさっきの話にもあったけれども電子、えっと、原子核の周りをえっと回っている電子っていうのもあの素粒子ですあのおっしゃる通りですで、えっと、そういうふうにしてあのまあいろんな 素粒子というのがあるわけなんですけれども、えー、とよくよく、まあ、見つけたものたちというのを、えー、と物質の構成要素としての素粒子っていうのを並べてやるとグループにすることができます。で、えー、とその出てきたものを、えー、とこうグループにして表したのがこの右下に書いてある、えー、とブロックのような図ですね。で、えー、とさっきあの話の主役になっていた電子っていうのは、まあ、ここにありますね。 でクオークって呼ばれるものはこの右端の,あの右半分にえっと存在しているとであのここの真ん中辺に、まあ、ニュートリノっていうのがいて、まあ、これももしかしたら耳慣れたあの素粒子かもしれません宇宙から降ってくるミュウオンとかいろいろなものがあるんですけれども、えっと、これで一つのグループを成していてどうも自然っていうのはあのこの グループを1回2回3回とあのなんかこう同じ性質を持ったものを繰り返すそういう構造をえっと持っている 3×4 で12個のえっとフェルミオンあのこれもさっき出てきたえっと言葉ですけれども、えっと、12個のフェルミオンがあの物質っていうのをまあ構成しているとそういうのがまあ見えていますであのこれさっきあの同じものですあの素粒子でえっと性質はこの 縦の方向にはみんな同じ性質を持っているんだけれども質量だけが異なります。でここに書いてある数字っていうのがそれぞれの構成要素素粒子の質量の数字を書いてあります。で、まあ、単位がちょっともしかしたら耳慣れないかもしれないので若干の説明をするんですけれどもエネルギーいいこう エネルギーとと質量の間には、まあ、こういうい関係があるとエネルギーすなわち質量である質量っていうのは、まあ、エネルギーであるっていう、まあ、アインシュタインの E=MC 事情っていう何、まあ、でしょう、うんまあ、式がありますと。でだから、まあ、今質量の話をしているんだけどここに出ているものはエネルギーの単位です。でもあのこの質量とエネルギーっていうのはこういう単純な定数倍の関係で示されるので、まあ、ここではエネルギーを使って表現をしていると。 電荷一致の粒子、例えばあの電子がえっと1 5トの電位差で得られるエネルギーとは1.5エレクトロンボルト、まあ、単に 1×1.5 というのでえっとまあ掛け算してやればいいです。で、えっとまあ、これってたいそのキログラム、まあ、皆さんのあの普段のでえっで使う単位でいうと10のマイナス36キログラムって、まあ、要するにだからこの。あの とてつもなく小さい単位を使って、えー、とこの素粒子たちの、えー、と重さを表現していると非常にまあやりにくいので、まあ、エネルギーを使ってですね、えー、と表現すると。でまあとにかくその数字というのを見てやるとこ,れこいつら、えー、と2から 3MEB これ一番重いトップクォーク、えー、と93年かな4年かなに、えー、と見つけたものっていうのはえっ、ー、と 17万 3000Meb か、うん、もうとてつもなくあのこの、えっと、U とか D、えっと U、この U とか D っていうのは、えっと、さっきの原子核の,あの例えばプロトン、えっと、陽子の構成要素になっているものだけれどもそれに比べると、まあ、果てしなく重いものです。で、えっとまあ、さっきあさっもほど出ていた電子これ 0.5Meb。まあ何、うんまあ、かこう何の法則性があるのかどうなのかこういう数字からは読み取ることができないけれども、まあ、質量 うんまあ、今回の,そのフィグスさんの話も質量と関係あるので、えーとまあ、この数字から僕今何かの結論を出せるんだろう、えー、と先見の目は持っていませんが、まあうん、そうですね不思議なものですねこい,こいつらがどうしてこういう質量を持っているのかっていうのは、えー、とこれから多分僕らが、えー、と明らかにしていかなきゃいけない課題の、えー、と一つだと思います。